どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、エポスクレジットカードがですね、新デザインになりましたということで、実際ねクレジットカード到着しましたので、こちらのレビューねやっていきたいというふうに思っております。それではですね、2021年の7月の15日よりですね、エポスクレジットカードのねデザインが一新されまして、私自身はですね JK エポスゴールドね保有しているっていうふうになるわけなんですけども、私の奥さんはですね、私のねエポスファミリーゴールド特典で紹介でねエポスゴールドをね保有しておりましたので、4月15日になった時にですね切り替えね行ったっていう風になりまして、今回のね動画ではですね、券面のデザインだったり今までのエポスカードとですね比較もねしていきたいなっていう風に思っておりますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなっていう風に思っております。でですね、こちらの動画を撮影させていただいているのは4月の23日の日付が変わったぐらいね撮影させていただいているわけなんですけども、4月のね15日に申し込みをしてですね、4月の22日にですね到着したっていった形になります。それはですね実際にね開けていきたいなと思います。でこちらはね封筒っていう風になっておりまして、こちらねいつものエポスのね封筒で届きました。ちょっとね開封だけはねしちゃったんですけども、中ね開けていきたいと思います。でですね、中を開けていただくとですね、クレジットカード自体がね入っておりまして、それ以外にですねこんな感じで新しいデザインのですね案内がね入っていて、裏にね特典とかもね記載があるっていった形になります。でですね、それ以外にはエポスカードの規約ですね、それとこちらねエポスポイント投資ですね、私もね少し入れてるんですけども、エポスポイント投資の案内がね入っております。あとはみんな電力エポスプランのポイントということで、まあこういうね案内がね入っているっていった形になります。でですね、実際の券面ですね、ちょっとね剥がして見ていきたいなと思います。それではいきますね。今回ゴールドカードということでこんな感じになってるんですよね。どうでしょうかね、もっと近づけましょう。どうでしょうかね、かなりかっこよくないですかね。デザイン的にはこういう感じですかね、縦型のねクレジットカードっていう感じですかね。でここにねエポスっていうね感じで書いてあって、下にね、ビザのねマークがあって、で今回ですねこのタッチ決済用のフリックマークがですね搭載されたっていう感じなんですよね。デザインかなりかっこいいですよね。今までのねエポスカードとね全然違いますよね。今までのねエポスカードは本当に丸いのクレジットカードっていう感じだったんですけども、本当にね全然違いますよね。で裏面ね行きたいと思います。ちょっとね個人情報だけ隠させていただきますね。でですね、裏面はねこんな感じになってます。ピントが合うかな、はい、こんな感じです。ここにねエポスのロゴが入っていて、名前とね番号がこちらにね記載されているっていう感じなんですよね。で下の方にですねゴールドカードのねデスクの電話番号とかもですねフリーダイヤルで載っているっていう感じですね。かなりおしゃれですよね。まあ、ちょっとねテープで隠れてしまっているんで、まあ、全部はね見せられないわけなんですけども、こちらですねこのテープに貼ってあるところ、本来クレジットカードってお名前ねサインすると思うんですけども、このねエポスクレジットカードはですねサインのね欄がないんですよね。まあ、私ね今までにねクレジットカードかなり保有しているんですけども、ここにねサインがないっていうのはですね多分初めてだと思うんですよね。他にねそういうクレジットカードねあるのかなと思うぐらいなんですけども、もしね知ってる方いたらぜひね教えていただきたいんですけども、こちらねクレジットカードにねサインする場所ねないっていった形になってるんですよね。でこのね下の方にですね細かい字で書いてあるんですけども、このカードは会員規約を承認された会員ご本人様以外利用できませんってね書いてあるんですよね。こんな文言もですね他のクレジットカードでねあったかなと思うんですけども、まあ、こんな感じのね記載もねされているっていう感じなんですよね。まあねカードのサインのねところがないっていうのもですね結構斬新っていうか、まあ、新しいですよね。でこのねクレジットカードのデザインはですね佐藤大木氏率いる世界的なデザインオフィス粘土っていうところがですね手掛けたデザインらしいんですよね。まあ、ちょっとね私この公式サイトにねこちら書いてありまして、まあ、私はね
この記事見るまでね知らなかったんですけども、かなり有名な方みたいですよね。このデザインねかなりかっこいいですよね。本当にエポスカードじゃないみたいですよね。でね、エンボス加工になっておりまして、あの凹凸がねないデザインっていう風になってるみたいなんですよね。ですね、まあ表も裏もねツルツルっていう感じですね。まあかなりねかっこいいですよね。もう一回見せましょう。こんな感じです。どうでしょうかね、まあ、こんな感じのね剣面になってるんですよね。それはですね、今回ねこのエポスカードね、新しいデザインになりましたということで、まあ、今までのねクレジットカードと比較ねしていきたいなと思うんですけども、私が持ってるのはですねこちらのエポスカードとエポスゴールドカードですね。まあ、こちら上の赤いやつがですね一番見慣れたやつかなと思うんですけども、まあ、こんな感じになってるんですよね。エポスカードのロゴもですねもう全然違う感じに変わったんですよね。いや本当にねかなりかっこいいですよね。まあ、この前のねエポスゴールドカードのデザインもね、まあ、まあかっこいいんじゃないかなと思ってたんですけども、まあ、こっちになってねさらにかっこよくなったっていう感じですよね。まあ、裏面もね表面もかなりすっきりしたねクレジットカードという風になっております。まあね、こんな感じのクレジットカードっていう風になっているわけなんですけども、でですねこちらのエポスのね普通の一般カードね保有されている方結構いらっしゃるかなっていう風に思っておりまして、新デザインね変更されたい方もですね中にはいらっしゃるかなっていう風に思いますので、こちらねスマートフォンアプリから切り替えね行えるっていう風になりますんで、ちょっと私はゴールドカードということでちょっとデザイン変わってしまうんですけども、ちょっとね画像は脇にね出しておきたいなと思うんですけども、まあ、このデザインね切り替えられたいっていう方はですね無料でね切り替えることもできるっていう形になりますんで、まあ、ぜひですねこちらのねエポス一般カードね保有されている方、まあ、もしくはねこのゴールドカードでもいいんですけども、まあ、保有されている方はですね切り替えねできるっていう形になりますので、しかも無料でっていうことで、もし気になる方はですねぜひね切り替えしてみていただきたいなというふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですねエポスクレジットカードのデザインがね一新されましたということで、今回ね剣面レビューをねさせていただいたわけなんですけども、エポスクレジットカードはですね海外旅行保険がね自動付帯の数少ないねクレジットカードの一つっていうふうになっておりますんで、保有されてない方はですね個人的にはね今後ね海外旅行にね行けるようになった時にお守り代わりにね保有しておくのもですね個人的にはねおすすめっていう風になっておりますんで、発行ねされてない方はですねこの機会にね発行されてもねいいのではないのかなっていう風に思います。またですねこちらの、まあ、こちら旧デザインですけども、エポスね一般カードずっと利用していただくとですねゴールドカードのねインビテーションも届くっていう風になっておりまして、まあ、私もねそれでゴールドカードに切り替えたわけなんですけども、インビテーションをもらってですねゴールドカードに切り替えていただくとですねエポスゴールドカードに、ね、なった場合であってもですね年会費無料でね利用することができるっていう形になりますんで、空港のクレジットカードラウンジはですね年会費無料なんですけども入れるっていう形になりますんで、これもね結構おすすめだなっていうふうに思っております。またねゴールドカードになるとですねボーナスポイントであったり選べるポイントショップでポイント3倍とかねそういう特典もね受けれるっていうふうになりますんで、まあ、エポスねゴールドカードに関しては結構ね解説動画ね作らせていただいておりますんで、以前のね解説動画概要欄に貼っておきますので、詳しく知りたいっていう方はですねぜひねそちらもチェックしていただけたらなというふうに思っております。でですねエポスクレジットカードのポイントサイトの案件っていうのはポイントね下がってしまったわけなんですけども、ポイントサイトハピタスで3500円分でね案件出てるっていうふうになっておりまして、クレジットカード発行とですねキャッシング枠設定でねこれ3500円分もらえるっていうふうになりますんで、またねエポスカード側でですね2000分のねポイントをもらえるキャンペーンもね同時に行われておりまして、紹介コードをね入れていただくとさらに500ポイントねもらえるっていうふうになりますんで、合計ね6000分のポイントがねもらえるっていうふうになりますので、3月まではですねかなりねポイント高かったんですけども、まあね新デザインになってですねポイント下がってしまったということで、まあおそらくですね2月3月のねポイントアップに関しては新しいねデザインになるんで、まあ旧デザインのねクレジットカードを使用ねしておきたかったのかなっていう感じですかね。まあいずれにしてもですねもしね発行される方はですねポイントサイトね経由して発行ねしてみていただきたいなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。
私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットモモホテル、ヒルトンホテルなどについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。